映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。いや、私はこの物語の語り部、これからとんでもなく恐ろしい物語が始まるよ。本当だろうな。資料の盆踊り。1965年のアメリカの妙なホラー映画。ホラーどころかもはや映画ですらないのかもしれない。史上最低の映画として名高い映画。脚本は最低の映画監督と呼ばれたエド・ウッド。さすがはエド・ウッド、期待を裏切らない。墓場にやってきたカップルが延々と裸踊りを見せられる。内容の8割ぐらいが裸踊りで、ストーリーなんてほぼない。出演してる役者たちは芝居に何のある人が多く、途中で出てくる狼男とミイラ男は悪ノリのコスプレの人みたい。裸踊りに飽きたカップル役の2人は時折感情が無。カンペをチラチラ見てる語り部役のクリズウェルさんは、ハリウッドで霊能者、預言者として活動してたらしい。ほぼ墓場から場面の変わらないワンシチュエーションもの。一度裸踊りが始まると結構長い時間踊っているので、途中見てなくても物語に置いていかれることはない。踊る資料たちにはそれぞれ設定があるが、どうでもいい。この踊り手さんたちはどんなモチベーションで踊っていたのだろう。最後まで見るのはかなり難易度が高く忍耐力が試される。これからこの映画を見ようとしている人に一つアドバイス。軽い気持ちで手を出すな。それではあまりないストーリーのネタバレ。新作を書くために墓場へ行く作家と恋人。墓場なんて嫌よ、あと飛ばさないでよ。特に何もないのに事故る作家。車の行方は不明だが地べたで目覚める2人。近くで語っていた語り部の元へやってくる闇の女王。資料の盆踊りの始まりだ。ひたすらに繰り広げられる裸踊り。なぜか恐怖を感じるこっそり見ている2人。最初の男2人が出てきて雑に黄金をばらまいたりする。踊り終わった資料をはけたりする。ゆっくりしてたら狼男とミイラ男に捕まる作家たち。特等席で裸踊りを見せられる羽目に、だらだらと長い時間繰り広げられる裸踊り。何なんだこれは。出演者は完全にバラエティ番組の立ち位置。何とも言えない表情の作家と私。語り部に呼ばれる演技力に問題のある狼男とミイラ男。何か変わったものを見せろと命令される。ついに物語が動き始めるか。やっぱり裸踊りだ。何も変わってねえ。こっそり縄を解いて逃げ出そうとする作家。ついに戦う時が来たか。やっぱり裸踊りだ。トイレ行ってこよう。時間がないと揉め始める語り部と女王。どうせ裸踊りだろ。やっぱり裸踊りだ。この映画あと何分だ。ついに時間がなくなり殺されそうになる作家の恋人。そして物語は衝撃の夢落ちを迎える。星5つ終わり。